あなたも着物美人に、着物と色で人生を豊かにする柴田智子です。私のチャンネルでは着付けの仕方や帯結びのポイントなど分かりやすくご紹介しております。よろしかったら別の動画もご覧ください。励みになりますので、高評価、チャンネル登録お願いいたします。今日は振袖の帯結びをご紹介いたします。柔らかい帯に、おすすめです。重なる、短冊ひだがとても豪華な帯です。テーマはウェーブ、どうぞご参考にされてください。はい、それでは始めます。まず手先の方に、はい、短冊ひだを取ります。柄止まりがある方は柄止まりまでで結構です。はい、3センチから4センチぐらいの、短冊ひだをずっと取られてください。柄止まりがある方はここから自然に中の方に入れられて、はい、輪ゴムでくくっていきます。はい、このようなおひだを取られてください。できましたらそれを半分に折り、はい、三重軽ひも3本すべてですね、はい、このお羽を押さえてください。輪ゴムよりも少し上の方を留められてください。このお羽は少し中央より右側の方に背中に留めております。できましたら、タレの際から開いて、このような片ひだ取った、はい、お羽を作ってください。これは少し後で広げるようにひだを取っております。できましたら三重仮ひもの1本目に下から上にくぐらせてください。ここまでできましたら、一度ですね、裏が出るように中で返されて、はい、短冊ひだを垂れ先から取っていきます。短冊ひだは、ずっと三重仮ひもから手幅2つぐらいを、のかせたすべてに短冊ひだを取られてください。に短冊ひだを取ってこられたら、はい、こちらの右端の方を徐々に斜めに短冊ひだを取られてください。で、少しですね、短冊ひだを引き上げて、全体に斜めになるようにいたします。できましたら、はい、このように短冊ひだを回して、はい、三重仮ひもの、はい、1本に上から下に通されてください。はい、できましたら、まず枕を、はい、交差した上になるように枕をいたします。鎖帯揚げをかけます。短冊ひだをお羽を整えながらお太鼓底を決めてまいります。できましたらあとは形付けです。短冊ひだはですね、右の方を引きながら左右のバランスを整えられてください。はい、で最初の手先で作ったこのお羽も広げられてください。ポイントといたしましては、はい、短冊ひだがたくさんございますので、左右のバランスを見ながら開いて右に引かれてください。
左側の最初のお羽も、体型に合わせて少し広げられてバランスを見てまいります。はい、2段に重なる短冊ひだがとても可愛い帯結びです。これで完成です。はい、いかがでしたでしょうか。柄があまりない帯でも、豪華さを演出できると思います。ぜひ結んで差し上げてください。あなたも着物美人に、着物と色で人生を豊かにする柴田智子でした。ありがとうございます。またお会いしましょう。